こんにちは。今から、10月号の近代史文書の解説を始めたいと思います。今日使う筆なんですが、一級園の白露という筆です。割とリーズナブルな剣豪の筆です。剣豪ってこう紙に食い込ませないとなかなか線に変化が出なくてつまんないなってしまうので、紙に突き刺すようにして書いてみてください。はい。換気物、冬の落ち筒は紅玉にです。この3文字目の字は、仏様の仏の旧字体ですね。緩急、リズムをつけて書いてみてください。太く入れたら細く出したい。